歌を学びたい人の一番の悩みっていうのは大体多いのがまあ高い声を出したいとかあとはビブラートができるようになりたいとかっていうのは結構よく聞く話ですよね。でそういう技術をやっぱりまず必要とするっていう人がすごく多いんですけど僕がこれまで感じてきたことっていうのはそういう技術よりももっと大事なことがあるなというふうに思っています。例えば福山雅治さんは 決してハイトーなボーカリストではないですですもあのバリトンボイスでうっとりするような素晴らしい歌声を聞かせてくれますよねそして小田和正さんはものすごいハイトーンですよただ小田さんはあのハイトーンなんだけどビブラート絶対かけないんですよビブラートをかけられないんじゃなくてかけないんですよそこに技術とかだけではない伝わる歌っていうものは もっととと大切なことがあると思うんですよねでそれって僕は常々思うんですけどいい声なんですよ小田さんが一声発した瞬間にいい声じゃないですか福山さんが歌った瞬間に思わず真似したくなるようなうっとりするようないい声じゃないですかでそのいい声っていうものはどういうものなのかっていうことを考えていくことが多分一番大事かなと思っていてであと歌のうまさうまさっていうのはどういうものなのかってなるといい声 っていうところで補えるものって結構あって例えば皆さんがよく知ってるジャイアンの歌って分かりますまあ世代がちょっと違うから若い人が知ってるジャイアンの歌と僕らのジャイアンの歌は違うんですけど僕ら時代のジャイアンはこんな歌を歌うんですよ「おれはジャイアンガーギだ,けだ一生」ってで、それを聞いてのび太とかドラえもんたちはみんなやめてよジャイアンってなるんですよ「うるさい」ってなるでそれは 押しつけがましい、うわーって怒鳴るような歌い方をするから耳障りな歌になっちゃう。でも想像してみてください。ジャイアンがいい声になったらどんな声になるか。福山さんみたいないいふくよかな低音を持ったらどうなるか。俺はジャイアンかきだ一生上手くないっすかこうやって声変えるだけでジャイアンは上手くなるんですよ。伸びた伸びたのものは俺のもの っていうジャイアンがのび,のび太のものは俺のものだって言ったらなんかいいやつな感じしませんかそういうことが実は歌の中にはすごく大事だなって思ってるんですよだから上手な歌を歌うっていうことはまず自分のいい声を知ることでいい声っていうものはだいたい得てしてこういう豊かな低音を持った声だと思うんですよ。お店に入っていらっしゃいませーって言われたらおってなりますよ、ね でもいらっしゃいませって言われたらちょっとかっこいいあ、いい声ですねってなりますよねそのみんなが思ういい声って大体ちょっとそういうふくよかな低音っていうところに結構あるんですよねそしたらそれを鍛えてみることで自分の歌がきっと変わるんですよそんなことをエクサ,ササイズでやってみたいと思います